応4、5回してますからね。もうちょっとしても3回してるよ。俺7回してるこれが MVP の可能性はある。じゃあバンド以外でまず4人やりましょう。えっ、うぜおばんざーい。さあ、後半は、おばんざい屋でやりたいと思います。奥大輔さんプレゼンツ宮古島スマイルプロジェクト番外編ですね。片言やね。あの前半戦は、福チャンネルでやりましたが、福チャンネルやって後半戦はおばんざい屋でやると。でそれの、総合MC はナナッチがやる。どうもナナッチです。じゃあナナッチよろしくお願いします。じゃあ引き続き、はい、引き続き松本問題からお願いします。第6問目ですね。おい誰、いいよ、レギュラー J リーガーで2番目に多くイエローカードを受けた選手は小笠原光雄である。マルカマスカ一斉な挑戦を。はい、せーの、ま、バツ丸丸丸バツと正解は、イエーイ。最終的にですね、マントさん、ありがとうございます。最終的ありがとうございます。ちなみに自分がイエローカード何枚もらってるか覚えてます？俺ももう上位だと思うな。絶対上位ですよね。トップオブトップ。いや、ちゃうトップ5ぐらい入ってた。退場、僕でも退場4、5回してますからね。もうちょっとしても3回してるよ。え、俺7回してる。最後の試合は赤色、赤色最後の試合、現役最後赤色ですから。ベルディで俺も最上停止持ってるから。そうですよ、持ったまんま引退したぞ。まだ、じゃあ、おばんざいが出場して出場をやります。あの、モザイクしてるから。福井市が J リーグ復帰したい時は出場停止だな。いますよ、じゃあ第7問じゃあね、で2005年、はい、J リーグ初優勝のガンバ大阪の裏で、まあ、セレッソがそのね、前節までトップにいて、最初のポイント、はい、最終節まで首位のセレッソ大阪戦で同点ゴールを決めてしまったという表現しますけど、あー、このまま、ラジ・アキラである、マルコ・マスカ。なるほど、これ皆さん言及したね。はい、これは非常にね、あの言葉のチョイスが難しい書き方ですね。そうですね、じゃあ、あの、そのこれは、これ言ってやるのは難しい。だから、そうだね、あの、裏っていうのは FC 東京とセレッソが、ね、まあでもここの下のね、例を踏まえてこの下、なるほど、そうですね。はい、丸かますか、はい、はい、せーの、バツバツ丸丸バツと、これね、こんちゃん、こんちゃんね、こんちゃん、はい、こんちゃんですよ。じゃあ8問、でね、2008年、はい、ACL 優勝ガンバ大阪で大会 MVP は遠藤康人である。J リーグじゃないですよ、ACL ですよ。 ACL なんだよね、あれ。アジア社会界 MVP は、それバンさんいましたよね。これいいんだよ、 ACL 優勝。まあだから俺の MVP の可能性はある。それもね、俺が MVP の可能性はある。じゃあバンド以外でまず4人やりましょうか。そうですね、せーの、バツ丸バツバツと。じゃあバンさんでどうですか。はい、これは MVP は遠藤さんです。正解は丸くやっともおねでしたから、ね、本当にだよ、本当にだよ。お前楽しそうやな。黄金世代チューバーやからな、俺ら。黄金世代チューバー。行きますよ。はい、マルカツ問題第9問。はい。でね、2013年。はい。J リーグを連覇したサンフレッチェ広島。お。スタートいましたね。はい、はい、はい、はい。熱が、このシーズンの2位のクラブはベガルタ仙台である。マルカ・マスカ。これ僕、スタート最後に出します。スタート最後に出します。13年前、仙台、8年前ですね。いや、仙台のコールなんか触れちゃった。いやいや、メガネ仙台やだよ。じゃあ、スタート以外、せーの、はい、バツ丸、バツ、バツと。じゃあ、スタートを出してもらっていいですか。よっしゃーよっしゃー、正解はバツ。よっしゃー、横浜、F マリン。シュンさんがあの轟でこう優勝したんですよね。あー、それかー。あれ、仙台はいつやったっけ。審査の翌年、2012年が、まあ、引っかかりましたね。引っかかった。これ、ナナッチにやられました。やられましたね。ナナッチにやられましたわ、これ。歌ってるからね。え、歌ってるからね、確かに。じゃあ、丸松、最初問題です。はい、でこのメンバー
J リーグベストイレブンの総受賞回数は12回である。いや、いいとこつくよね。合わせて、合わせて、この5人合わせてね。まあ俺も入れて6人か。6人でしょ。ちなみに僕の回数は言っておきましょうか。はい、お願いします。4回です。そんなに、そんなに。ちなみにね、僕の回数だけです。そんなに。いや、たったじゃないですか。いやそれはすごいな。いや、本当にリアルなんです。はい、じゃあ丸川さん、はい、実践に、せーの、どうぞ。丸×丸×丸×丸。正解はちょっとわからないので。なるほど、当たりましょう。あ、そういうことだ。で、まず僕4回、福西さん4回。うわ、もうここで8回ですね。8回、まあ、僕はちょっと一番後にしてもらっていいですか。 OK、 わかりました。福西さん、1回、9回、立つも1回、10回、ここまで、俺ここまで分かってんだよ。2回、12回、俺ここまで分かってんだよ。もう2回ゼロー。丸丸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 丸
この数字、はい、ゴールか、ゴール並さん正解です。これ372本シュートを打って34点決めた人は誰でしょう、はい、正解は、こんな問題が続きますよ、はい、オッケーオッケーです。何もポイントなしですね、はい、今のノーポイントですか。ノーポイント名前ですか。次いきますよ、はい、名前ですよ。はい、どうぞ。700の157。700の157。これ早かったでしょ。勝った勝ってたよ、間違えてた。珍しい。間違えた人勝ってたよ。分かりました。やっぱ難しいんだな。よくよく両一、あー、そうか、その辺やろ。これは、ね、前田良一。前田良一か、まあ、これを踏まえてですよ。良一はまだ基準ですよ、今の。すごいよな、100シュートだから。あ、よかった。来たぞ。勝手に答えたじゃん。問題が、すいません、はい、717の161は誰。すごいな、すげえな。700本以上シュート打ってるよね。498の87。ちょっと、バオさん。ほら、自分でも分かんないんだよ。分かんない、分かんない。シュート数は何だ。シュート数覚えた。498本。あー、87を決めた。確率的にはだいぶ確率高いですね。ね、ということで、はい、第1部終了。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後、タツさん、締めてください。ちなみにチャンピオンを発表しますか。あ、チャンピオン発表しましょう。いい、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 1、2、3、おばんざーい。